メリカのカリフォルニアに約5年間留学をしてました。で今は日本に帰ってきてメディアのお仕事をしてるんですけど、もう帰ってきてから1年半ぐらい経ちました。本当に私にとってはめっちゃよくって、3年4年ぐらい住んで、周り見てもこんなに長く住んでる人いないんだけど、何が良かったかって、本当に現地アメリカに本当の家族みたいな存在ができた。何でも話せる。私はマザーのことをマムインアメリカ、アメリカの母って呼んでるんだけれども、現地に行った時も親戚中、自分たちと同じ年代とかちっちゃい子とかお母さん世代とかみんなが集まるパーティーに連れて行ってくれたりとか、お母さん紹介してくれたりとか、結婚式に連れてってくれたり、お葬式も連れてってくれたりとか、なんかそうやって本当の家族みたいに接してくれた。で、私の大学の卒業式も私の本当の家族は来なかったのに、マザーがめっちゃ大きい花束と風船を用意してお祝いしてくれて、すっごい嬉しかった。本当に何でも話せる、家族みたいな存在ができたから、1年1回アメリカに帰った時は絶対に会いに行ってる。弱さを見せれるようになった。でこれはどういうことかっていうと、悩みを相談したりとか私あんまり人にできなかったんだけど、自分ができないことはできないって認めてみたりとか、悩みを人に話せるようになった。きっかけはコミュニケーションのクラスで、私留学したばっかりの時にコミュニケーションクラス取ったんだけど、周りがもうみんなネイティブ、20人ぐらいのネイティブで、留学生私だけですかみたいなところで、早速テストで D を取って、日本で言ったら不可だよね。残念でしたって感じなんだけど、それで次のテストの時にめちゃめちゃこうやばい勉強しなきゃって勉強してたら、クラスメートが来てくれて、 You're working harder than everyone else You'll be good って言って一緒に勉強してくれて、それがもうすっごい嬉しくて、でそこでなんか、私が英語ができないことって別に周りの人みんな気にしてないんだって思ってから、恥ずかしいって思って隠すんじゃなくって、逆にできないことはさらけ出して認めてできるようにしていこうって思えたことがすごい良かったかな。意見が言えるようになった。私アメリカで大学卒業してからちょっとだけ働いてたんだけれども、そこで入ったばっかりの私に会議で意見が聞かれたんだよね。それでそれ言ったら、いいじゃんってめっちゃ言ってくれて、なんかその意見をこのペイペイでも言っていいんだっていうことが衝撃で、大学のクラスとかでもディスカッションがあると、みんなちゃんと相手の意見も聞いて受け取った上で自分の意見もちゃんと言うっていうリスペクトがそこにもあって、なんかそのオープンさがすごいいいなって思ったんだよね。でそこからちょっとずつ自分でも意見を言ってみようって思って、少しずつだけど言えるようになっていった。で日本に帰ってきてからもそうやって会社とかで会議があると意見を聞かれたりすることもあるんだけど、そういう時になんかもう怖がらずに、意見を言えるようになってきたっていうのはすごい良かったと思います。好きなことを仕事にしようと思えた。でこれは私当時はなんかちょっとじゃあ興味あることがあっても、いやどうせ私なんてって思ってたし、むしろもうなんか早く安定したいなみたいなのをその年にして思っていたんだけれど、でも実際現地で好きなことを仕事にすっごい楽しんでる人にたくさん会って、その人たちが本当に魅力的だなって思ったんだよね。楽しそうで、だからなんか仕事に行きたくないとかじゃなくて、やりたいからやってる。でその人たちは私がこれやってみようかな、やってみたいなって思うことも、あ全然やってみなよってなんか言ってくれたんだよね。だから私もなんか、あそういう風な人になりたいなって思って、なんかお金とか安定とかじゃなくって、好きなことをやってみようって思うようになったんだよね。それで日本に帰ってきてからも、ちょっとアメリカでやってみて楽しかった、やってみたいなってずっと思ってたメディアの仕事を今しています。
は常識が覆された。これはね、もう私長野で、ね、17年間ずっと田舎で育ってきて、そこからポンと世界に放たれたわけなんだけれども、なんか今までの当たり前が当たり前じゃなかった。例えばヨガのクラスを大学で取ったんだけれども、ここに妊婦さんも普通に来てて、で先生が一人一人こうマットコードをねこう直してくれたりするんだけど、その妊婦さんにはちゃんとマタニティヨガを教えてたりとか、あと他のクラスでも同じクラスの中におじいちゃんおばあちゃんもいれば、ちっちゃい子供連れのお母さんも一緒に来てて、お子さんも一緒に授業にいたりとか、20代後半とか30代の人も授業を受けてたりとか、そうやってなんかどんな人にもオープンな環境がある、やりたいと思ったらやれる環境があるっていうのがすごくいいなと思って、それはもう本当に常識を覆された瞬間だったかな。見たことない世界が知れた。これは私が留学してたカリフォルニア州って、その州だけでも日本列島がすっぽり入っちゃうぐらい大きいんだけど、アメリカ50州あって、もう一つ一つの州が本当違う国みたいに違うんだよね。集めた西海岸カリフォルニアから東海岸のニューヨークまで飛行機で往復で 3,4 万ぐらいで行けちゃうっていう、やばくないっていう、まあ、日本から行くと10万円ぐらいかかるから、ね、10万、うん、前後とかだし、あとはフォレストガンプに出てくるモニュメントバレーとか、あとラスベガスとか、あとはあのドラマのフルハウスの舞台のサンフランシスコとか、本当にいろんなところに日本から行くよりも安く行けたっていうのはすごく私にとっては ありがたかったし楽しかったです。パクチーが食べれるようになった、まあ、これはホームステイの時にマザーが毎日生のパクチーをサラダに入れ続けていたんですよ。で私はアメリカに行って初めてパクチーを食べたんだけど、最初は本当にうわ何これみたいな思って、でも食べ続けてて、である日気づいたら大好きになってて、もこれ本当みんなね騙されたと思って食べ続けてみてほしいんだけど、世界が広がる。まあ、アメリカって本当にいろんな国からいろんな人が来ているから、アメリカだけでもいろんな国の料理が食べれるんですよ。でパクチーってメキシコ料理にもタイ料理にもベトナム料理にも入ってるし、だけどそのパクチーが食べれるようになったらその料理全部食べれるようになって、本当に世界が広がった。もう日本に帰ってきてからもうないともう物足りないぐらい好きになっちゃって、だからパクチーが食べれることによってもう楽しみがめちゃくちゃ広がった。だから本当に騙されたと思って食べてみてほしいです。まあ、こんな感じで私が留学に行ってよかったと思うことを今日はまあざっくりと7つに分けてみたんだけれども、まあねここで話せなかったこともめちゃめちゃたくさんある。でも私もその行く前は本当に海外旅行さえ行ったことないし、英語も喋れないし、もう不安しかなくって、まず 4年5年と過ごしたけど2年で帰ってこようかなとすら思ってた。だから私も不安しかなかったけど、今は留学に行って1ミリも本当に後悔してない、めっちゃ行ってよかったなって思ってる。なので、まあ、今日このビデオを見た人、まあ、もし迷ってる人がいたらこのビデオを見て、まあ、ちょっとでもあ留学ってこうなんだって参考になればいいなって思います。バイバイ。